枠が初期でアイコンが何でもいいんですか。アイコンはバーメイドか、やっぱり。あ、じゃあバーメイドで、うん、バーメイドっていうよりはこれ酒の瓶とかの方が良さそうですけど。なおさんさっきまで探偵だったのに犯人になってるじゃないですか。小ネタ挟まないでください。なおさんちなみに連敗記録は5連敗そんなことあるんだ。何このアイコン。なんだよこれ。覚えないと。そうだね、確かに。シャワー、はい、ハディさん、何ですか。ハディさんめっちゃ豪華な。何は絶対売り力だこれ。あ、来た。おー、なるほど。おー、ね、理解。つーかさ、また D ちゃんとプリコさんがイワシさんになっただけだよね。はい、夜が明けました。もう俺は参加しないでいいや。みんな多分参加するやろうか。俺が言えない。俺、あ、いわしさん今回辞退したんだ。じゃあ D ちゃんに頑張ってもらわないかな。はい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 。私 CEO いたします。私の職業は弁護士。弁護士です。高収入高身長高学歴。どうぞ私に一票ください。私に一票くれたら人狼の勝利、人の勝利に導きます、はい、いや、マジで怖いんですけど、俺が弁護士なんですよ。で、弁護士を語るってどういうことなんだろうと思って、だって弁護士って初日釣られる役職じゃないですか。うん、だから多分、プルートなんかな。プルートで弁護士語りして初日で釣られて一人道連れにしようと思ってるんかなと思いました。ちなみにここは、権力の杖の、話をするところなんで、はい、まあ、一応その僕に杖をくださいというところなんですけど、うん、はい、まあ別に僕にくれなくてもいいです。でもとにかく1と3どっちかが弁護士っていうことなんですけど、まあどうなんでしょうね。初日プルートをもう釣ってしまったら、まあ一応もう一人確定で持っていかれるのでちょっとリスクはある。まあとりあえず1、3多分プルート弁護士どっちかがどっちかってことだと思います。どうも私です。この杖の争奪戦に参加できたこと、本当に皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。そして先ほど語られた、D さん、プリコさんの言ってるわけが分かりません。私が弁護士です。もう本当になんで2人が弁護士を語るのかどうかっていうのを本当にわけが分かんなくて頭が混乱してるんですけども、これ一体何をすればいいのでしょうか。まあ、とにかく私が弁護士ということだけお伝えしておきます。なんで3人がなんかどうたらこうたらって言うんですけども、なんでだよ。そんな、年も重ねておりませんし、自分の足で歩きますので、杖は必要ありません。よろしくお願いします。やかましいわ。じゃあ、いらんだろうが、立候補すんなよ。じゃあ、これでもう決まりましたね。はい、D さん、カッティさん、プリコさん、人狼です。意味が分かりません、この3人の言ってることは。なんでそこで人狼になるの。多分他の方々混乱してると思うんですけど、4人目ここで弁護士名乗ることってあんまりないと思うんですよ、こんだけいる中で。で、ここで答えるってことが僕は本物です。で、僕は今5連敗中なので、はい、そろそろ勝ちたい、本気で勝ちたいので、はい、人狼じゃない方の皆さん、ぜひ投票お願いします。はい、で、沼さんか。はい、どうも、沼子です。今回僕は弁護士なので、外で釣っていただけると嬉しいです。以上です。これは、こっちね。オッケーオッケーオッケー。すごいことになってきたぞ。どうもどうも、のぴです。うん、なんとですね、私今回エウリディケということで、エウリディケ、まあ、皆様に守っていただきたいなと思っております。いいの、で、先ほどの弁護士軍団、何かでかい山に当たっていたようですが、軍団がいましたけども、うん、ちょっと僕はまだちょっと誰が弁護士なのか分かっていないので、この後これさ、ちょっと補足お願いします。でも本当にエウリディケだったらこの弁護士軍団食う必要ないからのびさん狙われるでしょ。だから注射器と、はい、ですね、今のぴさんがエウリディケだっていう風に使用してしまって、これがもし本当だとしたらかなりバイヤーなんですけど、あ、やばいんですけど、っていうのが、弁護士を初日で、することができれば、まあ別にエウリディケがその後殺されても
釣られた後の弁護士がより利益になるっていいんですけど、これ今弁護士が誰か確定できてないんで初日でまず弁護士を釣ることがほぼほぼ不可能じゃないですか、うん、でこのままエウリディケののぴさんを殺されたらもうそれで村人は負けになっちゃうんで、うん、まあ、これを信じるかどうかっていうところはあると思うんですけど、まあまあまあね、でも別にね、食ってもいいと思うんだよね、まあ、いくらのぴさんがちょっと天然やと言っても、うん、まあ、この状況で村人で本当にエウリディケ C をするはずはさすがにないと思うんで、多分人狼サイドなんじゃないかなとは僕は思ってます。だから2が人狼の可能性は高いなと思います。以上です。あ、私の番ですね。まあ、今のところのメモをご紹介しておくと、D 弁護士、プリコ弁護士、ナオさん弁護士、沼子弁護士、沼子弁護士、沼修沼子弁護士、はい、のぴ、以上です、うん、プリコっていう風な、書いてあるんですけど、うん、とりあえず今のところ弁護士とそれ以外かの人しか出てこないんで、うん、今のところ仲間外れののぴさんを釣ればみんな弁護士になれるんで、すごい平和になるかなと思ってます。まあ確かにね、はい、うん、なので、そうですね、役職、なんかあれなんですかね、役職とか言った方がいいんですかね、うんうん、役職は、弁護士です。いや、言ってんだよ、前から。杖がもらえなかったので、ふてくされて終わります。もちん、はいはいはい。本当の弁護士なので、僕を釣ってくれると。なんか言って死んだみたいになってるよ、はい、結構なかなか見ない村になったのでちょっと分かんないんですけど、5人弁護士っていうことで、まあおそらくですけどこの5人の中に3人人狼いるのかな、はいはいはい、で2人が村なのかな、うん、って考えると、まあ2789は白として見てほしいんですけど、ただ今日どこに投票がするかなんですよね、うん、まあ一番村として良くないというかミスなのはこのプルートに投票してしまうことだと思うんですよ。おー、プルートに、プルートに投票すると一人持っていけるので、うん、そのそれでもし女王を持っていかれたら、あ、エウリディケ持っていかれたらもうゲームオーバーなので、うん、まあプルート引かないように運ゲーで誰か釣って、でもしその人が弁護士だったら、うん、もうそれ以外の人を医師の方、役職名で言うとオビエル羊飼いの方が、うん、その弁護士以外の誰かを毒殺って言って殺せるんですね。村側でも殺せる役職があるので、うん、その人が、まあ、どこかに潜伏してると思うので、ま、その人が毒殺してもらえれば、うん、なんとか、まあ、なるんじゃないかなとは思います。はい、はい、以上です。はい、先ほどですね、2番ののぴさんが、エウリディケと少女と言ってたんですけども、うん、プリコさん、安心してください。俺が本物のエウリュウ的です。なので今日はもうとりあえず2を釣って2がもうのびさん確実人外なので、2番ののびさんを釣って、とりあえず進めていければいいんじゃないでしょうか。まあその後ね弁護士をこう考えていければいいんじゃないかなと思います。俺が本物のエウリュウ的です。はい、2人のエウリュウ的なんとかが発表されたところで、僕は役職弁護士です。なので弁護士が今6人いると思うんですが、弁護士がわからないと思います。僕はとりあえず1人ずつ確実に潰していったらいいのかなって思うんで、とりあえず誰に入れようかな。多分この中でしょ、弁護士の中からと票を入れたいと思って、誰にしよっかな弁護士。じゃあ D 弁護士に俺は投票します。よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。この村の一番権力のある私、ここで CEO をさせていただきます。本当の役職は占い師です。お、占い師、さっきまでは遊んでいました、はい、占い師で、うん、占い師、9番さんを占ったんですけど黒でした。9番さん黒です。今頃弁護士 CEO をする意味が分かりません。破綻しています、破綻しますよ。9番さん焦ってますね。今やべやべ黒バやべやべ黒バラされたって焦ってますね。でその後、ちょっとチートで2番さんもらったんですけど黒でした。のぴさんも黒です。このターンは
僕に取り出してください。ああ、本当にのぴさんになった。怖いな、これ。どういうことだ。わかるやん。わかるやん。プリコさんのものなんだ。ほんまにエウリディキやった。やばすぎるな。1回目でやったやろうが。マジかよ。うわ、Dちゃん、占い師じゃないの。そうなんですよ。あ、Dさん人狼だったんですね。いや、カティさん占い師じゃないですか、ちょっと。いや、カティさん。一番視聴者が気になってる弁護士が本物誰だったかってプリコさんなんですね。いや、僕です、僕です。だから、その発言順で1番から発言だったじゃないですか。で、1番がいきなり弁護士って言い出したから、あの、まあ、プルートなんじゃないかなと思って。だから D さんの動きは意外とまともだったんですよ。あ、なるほど。もし疲れました、プリコさんに。僕プルートだったんで。おお、当たってたんだ。いや、そうなんですけど、そう。その後追従してきた弁護士みたいなのは何やろ。全員弁護士みたいな。